こんなん余裕だよ。足上げて、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 よっしか寒いな。スプラトゥーンとかやりたいな。誰か家で遊べるやついないの？公園あったし家で遊べるか聞いてみようぜ。確かに。俺は痛いで。あ、無理無理無理、俺一人じゃ無理。お母さん、今日友達家に連れてきてもいい？ヤネちゃんのお友達？もちろんよ。ありがとう。お友達と仲良くしてるのね。じゃあ学校行ってきます。独身33歳、張り切っちゃうぞ。はい、それでは今日のここの授業を始めます。先日皆さんにお渡ししましたプリン、お願い、今日は遊びに来てもいいって。ご飯も作ってくれるらしいし、来たいっておいでよ。行く行く行く。先生は来るな。俺も頼めしが食いたい。行きたい、俺も行きたい。このお菓子肌に悪そうだから私好きじゃない。みんなご飯できたわよ。私のおいしいわね。みんな食べて偉いわね。ね、よく食べて偉いわね。あったあ、冷蔵庫勝手に開けないでね。この時間だけは癒される時間だわ。ショッピーショッピー、かっこいいショッピー。あれ、なんだこれ。ショッピーショッピー、何があってもあなたしかいないわ。あ、ユースケのお母さん変なことしてる。私も大人だから、よその子なし。我慢我慢。ヤネちゃん、もう17時だから終わりね。みんなそろそろ帰らないと。もっと遊びたいよ。キコ母さん、もうちょい遊ぶね。もうちょっと遊んだら帰るから。もうヤネスケの家で遊べないしな。公園で遊ぶしかないか。もう一回だけ行ってみる。いいね。ただいま。あ、何してんのあんたたち。いい加減にしやがれ。もうヤネスケの家は諦めるか。ああ、公園で遊ぶしかないか。いや、まだ勝機はあるぞ。それじゃ次は缶切りやろうぜ。もう一回。お前らにはまず歌う力、つまりはい
活を終了。はあ、はい、じゃあ次の肺活量トレーニングに移ります。それじゃあこのバケツの中に顔を入れて3分耐えろ。3分よーいスタート。常識的に考えて3分は無理ですよ。それじゃあ先生がお手本を見せてください。上等だ、やってやるよ。せーの、ほら先生、ちゃんと3分我慢してください。3分なんて我慢できるわけないよ。さあ皆さん、まずは 1000m 自由形授業は終わりです。明日も私が来るからね。おや、何してんだよ。これで水の抵抗が少なくなったわね。もう水泳行きたくないよ。あ、ほら塩素で髪が明るくなってる。これじゃ学校行けないな。あらそう、じゃあ学校休んでお風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行くわよ。それはいはいはい、うわほら黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。さあ授業を始めます。まずはゴールで 1000m ウォーミングアップです。え、無理だよ。無理無理、早く泳げ。はよし、サボっちゃおう。ヤネちゃん、サボってるわね。早く 1000m 泳げ。もういい加減にしろ、帰ってくれよ。いいわよ。え、私に勝ったら臨時コーチもやめてあげていいわよ。そもそも俺は認めてないぞ。え、臨時コーチ様、よろしくです。よし、お母様対ヤネ君と試合だ。もう本当に始めよう。分かったよ、お母さんに勝てばいいんだな。どうすれば勝てるんだ。考えろ考えろ、この芋野郎が。芋引いてんじゃないわよ。あの野郎腹立つな。あっ、それではキリコ様対ヤネスケのスペシャルワンマッチを行います。よーい、必殺技フィンザマジシャン。ヤネスケが追いつそうだ。すごい追い上げだ。やるわね、ヤネちゃん。私も奥の手を使っちゃおうかしら。マジバタフライ。こうなったら最終奥義、オナラザバーストストリーム。ヤネスケ行け。やった、俺の勝ちだ。超気持ちいい。臭すぎて何も言えねえ。
ちゃちゃー。こんなの楽しくない。もうフォートナイトやりたくないよ。あんたは世界大会で優勝するのよ。甘いなー。じゃあその世界大会で優勝したらやめさせてよ。いいわよ、やってみなさい。こうして俺は世界大会で優勝するために本気でフォートナイトに向き合うようになったのだった。バケに追い方の？え、ジュリちゃん？てめえこんにゃろ！今日はいよいよ世界大会決勝よ。頑張ってね。ああ。ラブレスリスディテクセス。ラブレスリスディテクセス。ディテクセス。ラブラブ。ラブレスリスディテクセス。ああ。次の世界大会にも出場するわよ。約束と違うじゃん。これだけできるんだからもったいないでしょ。さあ次の大会のために練習を。いい加減にしろよ。何よあんた、逆らう気？そしたらお母さんでゲームの練習でもしよっかな。WXZZWXCCC な、なんなのこの子、ゲームのやりすぎでとんでもない握力だわ。昨日はごめんなさいね。お母さん、俺もうゲームしたくない。友達と外で遊びたいし楽しく勉強もしたい。そうよね、ゲームなんかやめて普通の生活をしっかりしましょう。うん。次の相手、一体誰なんだ？本日のエレスケの対戦相手は、こいつ！おそがみピーコー！お母さん？あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイト！あい！パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。おや！の！はい！
最後にヤネちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。ヤネちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく。母さん、母さん。母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。それではお昼休憩の時間です。お昼はグラウンドに一番近い日陰の場所が最適だわ。あった、よいしょ。あら、この場所は私が1年前から予約してたのよ。あなた、ここ私10年前から予約してた。これちょっと、あなたたち旦那だよ。何よ、ちょっとどうぞ。お前の嫁がめついな。お前の嫁もな。それでは3種目目、綱引きを行います。位置について、よーい、よし、やったぞー。そーれそーれ、キャッキャッキャ、楽勝だろ。弟、パワーじゃ負けないぞー。フォーメーションへ。やべなんでこれ、絶対引っ張れねえぞ。フォーメーション Z。 いけー。白組、こんなに負けるようなような力じゃ優勝できねえぞ。お母様の乱入は禁止です。いいでしょう、人数は変わらないし、このピンチを救うのが母親なんだから。このままじゃ負ける。それが許されるなら私も参加するわ。綱が切れたため引き分け。私の勝ちよ。最後の種目は色別対抗リレー。赤組ヒーターユート、ヤネスケ、白組マッツー、アツタ、ケイタ。そして赤組と白組の点数は同点。つまりこのリレーで勝った組が優勝だ。負けないぞ。見るからにとろそうじゃねえか。楽勝楽勝。位置について、よーい。おっせき、これは余裕でない。てなんだよ。えんか、簡単には行かせないぞ。行け、聞いた。キータ、うんこ野郎、この手を絶対離さないぞ。目が言えた。サンキュー。お兄ちゃん頑張って。弟よ、あとは頼んだ。だいぶ差がついてるし、これなら勝てる。私の息子に何してくれてるの。ママ、ありがとう。純子さん、
ラブ&ピースで行くんじゃなかったんですか？人類の子供、みんな可愛いね。これ、私、放ってみないよ。俺たちの間に安っちい感動ドラマはいらねえよな。当たり前だろ。あくまで勝ちにこだわる。スピードじゃ俺にはかなわねえよな。くらえ！おおおお！あーしけ！あー！ははは！邪魔みろ！くそー。その靴なしじゃなんもできねえんだな。こんなのなくても、うん、屋根助仲間の応援があれば屋根助俺は走れる屋根助負けたらゲーム一生禁止だからな望むところだぜゴー勝敗が分かりづらいのでビデオ判定に移ります。ヤネスケお前意外にやるじゃねえか。ケイタもな、どっちが勝っても恨みっこなしだ。結果が出ました。こちらをご覧ください。判定するのが難しいため両者引き分け。Happy, happy, 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 みんなで make a good ride 洗濯物みたいなワイナー張って何何息子で人儲け、お小遣いはなしのバッナー張って。